ちゃめちゃよく寝れた今日。腰が痛い。嬉しい。朝からね、こう何プロテインというかタンパク質 20g 以上取るといいらしいよ。なので私は朝からプロテインを飲みます。なんかさ、プロテインをさたくさん飲むと太りますよってたまに言われるんだけどさ、あのタンパク質を飲んでるとか取ってるだけで別に太ったりはしないんですよね。必要な栄養素だし大丈夫ですよ。その分たくさん歩いたり運動したりすればそれが徐々に筋肉になる。ちょっとさ、なんか足もちょっと細くなったような気がします。夏に向けて頑張ってますよ。できた。朝ごはんプロテインだけにするようになってから最近はね、ちょっと朝体を動かす時間ができています。なので前動画にも作ったようにヨガしたりちょっと筋トレしたり、朝ちょっと動かすだけでなんかね一日調子がいいんですよ。準備しようかな。あと30分ぐらいで家出るからね、メイクと髪の毛直していこうと思います。よいしょ。さあ今日の服はこんな感じ。めっちゃ清楚に決まってない？ちょっとまだ朝は寒いのでカーディガン着て行ってきます。では行ってきます。元気が一番。今日も元気に行きましょう。